はい、皆さんこんにちは、あっちでございます。スカイリムですね、パートこれ3ですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、横でね、行こうとか言ってる人いるんですけどね、誰だな、誰かな、あ、まあいいや。ね、今ね、こんな状態、あ、音すごいんですよね。ただこれ YouTube にアップして聞いたら普通なんですね。ただ私の耳には爆音で流れています。で、こちらの方ね、何かない、何か、あ、ブーツ、ブーツ私あったかな、ちょっと見てみましょう。あ、ブーツあるね。ないのは兜だね。あ、兜持ってないわ。あなた兜ないね。あ、そうか、倒した人だ。で、あ、行くよって言ってる人はどこ、他もないかな。ほうき取っても仕方がないんでね。あ、このゲームね、スカイリムじゃないわ。フォールアウトもそうですけど、あ、何でも取れますんで、基本的にね。あなたどこいんだ、先急ごうって言ってるんですけど、ちょっとあれ使いますよ。暗視ね。私こっちから入ってきたんじゃないかな。あ、そうでしょ、おい、後ろから聞こえたような気。あ、そうだ、これだ。あ、いたね、いたいたいた。あ、行き、あ、ちょっと待って、こっちなんかあるよ。こっちはいいのかい。あ、開けるとスカイリムに行っちゃうのね。まあ、スカイリムでいいんだけど、でもこっち行こうって言われてるんで。あ、あ、だだだだだ。はいはい。いたよ。ハトか。こっちにいるより、こっちの方がマシだよ。あ、走ってっちゃった。よいしょ。ちょっとね、3D 酔いするかもしれないんですけど、ちょっとお許しくださいね。なるべく、ゆっくりやっていくつもりはいるんですけどね。はいはい。はいはいはい。まあ、あの人、足速いからね。こっちかな？おい、よっと！おい、とっとっと。はい、もう一回暗視使いますね。もう暗視が離せなくなっちゃいますので。はいはい。なんてどうすんの？何やってるんだ？ヘルゲンを脱出しないとまずいぞ。早く！あ、ちなみにヘルゲンっていうのはここです。あ、まず敵さんだね。こういう感じでね、もうあの彼に任せて、私は後ろで、タルカラポーションを入手する。そうなのね。その前になんかない、この死体。あ、なんか取っちゃった、なんか取っちゃったね。死体か、何取ったんだろう。あまり重い武器、あ、こんなん持っちゃダメだ。Y ボタン、いや、X ボタンでね、中に、彼の中に入れることにしましたよ。樽の中からポーションで出たね。なんかある、お玉、あとね、食べ物あるんですけど、そんなべらぼうじゃないです。お樽があるんですけど、樽の中からポーションって言われてたんですけどね、そんなもんないんですけど、どこだろう。音すごいね。あ、こっちの樽かな。あとね、あ、これは違うね。あ、なんか乗ってる、乗ってない、戸棚。あ、薬があったね。木の器はいりません。薬ね、回復の薬取りました。ただ樽からって言われてるんで、あ、塩ね、塩実はね、いや、結構役立ちますよ。魔術の薬取りましたよ。で、あ、ちなみにね、これで今ちょっと私しゃがんでますよ。あ、間違えちゃった、ごめんなさい。こんな感じ、しゃがんでるんですね。これはあの隠密です。こういう感じで敵からバレにくいっていうことですね。あ、これだね、樽ね、調べる樽で、あ、薬ありますね。これ一気にね、 X ボタンで全て取る。これでオプションのクエストは OK ですね。よいしょ。あ、彼いるね。で、他には何かないかな。で、階段があって登れるんですよね。はしごだね。このね、カゴもね、取ることできるんですけど、取ったところでどうしようもないんで。あ、あとね、これウサギだっけ、ウサギだね。
これでね、ウサギのね足を追加。ウサギの足って幸運のあれだっけ。まあこのゲームね多分関係ないんでね、薬取りますよと。何言おうとしたんだろう、ちょっと忘れちゃった。手を置け、あ、まあこんなもんだね。はい、どうぞ。いいですよ。で次はこっちか。でね、このね、隠密してるとね、釣れます。人からすることができますんで、荷物をね。まあそれはスキルがないとバレますけどね。拷問部屋か。さあまだ戦ってますね、多分ね。もうピンチじゃない。あのね、これね、変な気を起こすなよ。ちょうどいい、こういう突っ込みを切るんですよ。変な気を起こすなよ。俺からするんじゃないかっていうことね、言われちゃうんで。あとね、間違えてね、殴ったりするとね、あの度が過ぎると、あの返り討ちに遭います、味方からよく、あ、よくね、このシリーズはありますね。とはいえ心当たりが。確かに向こうで変な音がしていたんだ。はは、一緒に来るんだ。ここから逃げ、自分の心配をしてろ。坊やに何の権限があるっていうんだ。聞いてなかったか。これ拷問部屋ですね。襲われてると言ったんだ。あ、鍵ね。これね、鍵開けることができます。何？持っておけよ。鍵はとっくの昔なくなってる。何週間も泣きわめいてて。あ、ロックピックがないんですね。それをピックで開けられるか試してみてくれ。手に入るなら何でも欲しい。ピックないんですけど。あ、ピックあった。え、どういうこと？もらったのね。ピック、フォールアウト3と一緒ですね。オブリビオンはね、難しかったんですけどね。めっちゃ簡単です。ただ、ラグがあるんでね。こういう感じ？ああ、ダメ。あ、いけたね。これもスキルによりますね。ああ、やばい。はい、開きました。それでいいだろ。持てるだけ持って。拷問を受けた魔術師ですね。あ、ゴールドをいただきましょう。で、魔術の薬でしょ。あ、素人のフード、これいいな。で、ロープ、オブリビオンじゃね、鎧を持ってる、鎧を装備してるとね、魔法の効果が減ったりしたんですけど、今回はないです。ただですね、鎧にはあまり魔法にいい効果が付加されないので、もうやっていくとね、魔法使いでいくとどん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 服の方になりますね。ただ俺強えって感じにしたければ、いずれ鎧の方になっていくかなっていう気もするんですけどね。それはまた、説明できる時にしていきましょうか。アイテムですね。で、私もうね、フード、マジッカが30ポイント増えるんでね。で、ロープ、回復が 50% 速くなるんで、だもんでね、もうここら辺のものはいらないんですけど、ただ、あれ売れるんでね、お、呪文の書、雷撃。うわ、相変わらず死体が動くんですよね。よいしょ。で、アイテムで本拾ったでしょ。で、これを使うと覚えました。で、もう一回この魔法で見て、破壊なんですよね、雷撃ね。どっちがいいんだろうね。でも多分当面火炎を使うのが、まあ属性だね、属性を使う時ぐらいなので、まあ火炎でいいと思いますね。火炎の方が少ないんでね、減る MP がね。仕事の邪魔はしないでくれ。はい。それとも手伝う気があるのか。いや、ないですよ。これ何？あ、これまた、お、ロックピックが増えたんですね。またこんな感じで、これやってるとね、開けれなくてもちょっと経験値が入ります。あ、ラグがあるとすごい難しいね。さらにで、何かあるかなと、ないね、ないです。で、こっち何かある？
ないけど一応経験値増やすか。何もしなくて開くのね。よいしょ。何もないですね。さあ、彼待たしてるんで行きましょうか。よいしょ。だいぶ先まで行ってんじゃない？そうなの？本当かい？何かあるかな？ここも開くのかな？あ、そのまま、ああ、ちょっとダメね。よいしょ。おお、ダメダメ。こっちだね。逆だね。で、今会場は21に上がったので、これがね、上がると、いっぱい上がるとレベルがね、上がります。彼待ってんね。ちょっとゆっくりさせてね。ちょっともうちょっとゆっくり調べさせて。まあこれすることでね、経験値増やせるんで。ほんとね、骸骨。言いましたかね。その前に調べようか。小銭入れ。今金ないでね。ゴールド。骨の粉はまだいいです。もう一回使って。この暗視をね、もう暗視が離せない。もうカジートでやるとね。もう行ったのかい？あ、さっき、とっと行くね。はいはいはい。どうすんの？で、これも拷問ですね。ここに拷問されたストームクロークの反逆のね、反逆した。兵士たちですね。反逆したというか、まあ、レジスタンス。あれでも相変わらず言わないですね。あ、言わないというか字幕出ないですね。一時的な字幕入れてみるか。一時的な字幕ってなんだろう。早く急げ。あ、これか。しまった。今入りました。早く急げってね。ちょっと待って。はいはい。あんたは？あ、拷問。自分の心配をしてる。ああ、さっきの人か。はい、どうぞ。いいですよ。よいしょ。俺たちはオブリビオンにでも向かわされてるのか。出口はどこだ？生きてヘルゲンからは出せるそうだ。あーわー、何？あー、また。おーっと、よいしょ。あ、焼いちゃった。あ、焼いちゃった。マジカが残り少ないため呪文を使えない可能性がある。薬を飲むか休むなどすれば回復できると。ごめんなさいね、焼いちゃったね。ちょっと待って。あっちだけどね。誰これ？よいしょ。もういいだろう。弓飛んできたね。弓が飛んできてる。おっと、当たっちゃった。ちょっと待って。助手やられてる。仕方ないね。で、ちょっと、しまった。こっちだね。で、こうだね。はい、回復。お、完全にいるわ。あ、なんかいるね。雷撃って飛ぶかな？飛んだかな？あ、飛ぶね。当たってる？いや、あなた行かないと。敵さん倒さないと。ちょっと待ってね。これやっぱり火炎の方がいいね。当たってる当たってる。勝てると思うのか？あ、そうだ、これだ。これで燃やせるんですよ、ああやって。ちょっと魔法がね、回復するまで待ちたいんですけど、ちょっとね、あ、いた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 。あのね、今私戦闘状態なので、
戦闘状態になるとね、魔法の回復が悪いんですね。出口を探してみよう。あ、倒したのね。出口探してみよう。よいしょ。あっちにいるよりこっちの方がマシだよ。ちょっと待って、まさぐらして。はい、ね、何ん、あ、矢はね、いくら持っててもいいです。重量がね、かさばらないんで。あ、すいません、ちょっと飲み物いただいてます。棒はどうしようかな。持ってて損はないんだけど、一応ロングボウもらっとくか。で、もう一人ね。で、片手斧はいらないですね。ロングボウは1個でいいんで、こんな感じですね。はい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 。こっちは？はいはい。道がどこに続くか見てみよう。はい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 。で、行かないのかよあなた。はい？何も、ただ先に進むだけだ。あ、そうなのね。ちょっとしゃがんでいきましょう。おっと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 、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。次に戻れないですか。あ、潰されたのね。タイロ立たれてしまいましたね。え？はい、先進みましょうか。こっちかな。ん？なんか嫌な音してるね。はいはい。なんかいる？あ、違うね。気のせいか。どっち行くんだい？そっち行くのね。こっちは何もないのかい？え？はい。どっち行くの？試した方がいい。この道を試した方がいい。こっちは、あ、何もないのね。よいしょ。はいはい。あなただけが頼りだからね。あ、敵いる。どこから出てきた？あ、彼やつだ。はい、倒しましたよ。クモですね。フロストバイトの毒、敵を凍らせる毒でね。まあ、毒は私今いりませんので、まあ、持っててもいいんですけど持ちません。どうぞ。お、誰か倒れてない？違うか。で、橋渡って、ちょっと待った。目の前にクマがいる。え？見えるか？クマ？今はやり合いたくない。気づかれないように恐れて進む。ゆっくり、足元に気をつけて進む。あのね、走ると、もし自分が幸運だと思うならこの弓を試してみるんだ。彼女が驚くかもな。え？先に行ってくれ。後ろからついてる。いや、もう弓なんか落ちませんよ。私は魔法使いなんでね。でね、走っちゃダメです。あと、あの、重装鎧を持ってたりするとバレやすいですね。なるべくゆっくりゆっくりと。あれがクマですね。発見されちゃった。お、で、どう？てか、私が発見されたんじゃないね。あんたが発見されたんだね。あー、もうやっちゃうか。おー、もう倒せた。まあ、それほどね、強烈じゃないんで。で、あれ、こっちの相棒は、あ、先行ってんのね。ああ、もう極
巨弱キーなんでね、魔法使いなんでね、もう隠密は離せません。もう無理かと思っていたよ。はい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 。じゃあ出ちゃって。これでなんとかいけましたね。まあ序盤のまあこれがチュートリアルのような感じですね。で彼と脱出しました。で、この後がこの後もう彼とは彼ね彼に会うことあるのかな。あの反乱軍の方に行くとね、あのかもう一人の彼とはずっと会うことができるんですけどね。はいはい、これは表ですね。え、何？おうおうおお。なんだい？まだドラゴン来んのかい？もういなくなったみたいだな。だが戻ってくるかもしれない。グズグズしてる場合じゃないぞ。はい。ここから一番近い町はリバーウッドだ。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。アルボアここで別れた方がいいかもしれない。こう思いになる。別れんのね、あなたはここで。ここまで来られなかったろ。はいはい。別れるんだね。どう見ても走ってって。いや、待ってくれてる。いいか。お前はソリチュードへ行き、帝国軍に入るべきだ。我々はお前のようなものを必要としている。おう。反乱軍がドラゴンを使っているのなら、奴らを止められるのはトゥリウス将軍しかいない。あ、ついていくのね。お前はソリチュードへ行き、帝国軍に入るべきだ。聞いたよ。我々はお前のようなものを必要としている。聞きましたね。反乱軍がドラゴンを使っているのなら、まあ彼がね、奴らを止められるのは。トゥリウス将軍しかいない。町に連れてってくれると思うんです。あ、そうだ、じゃあね、ちょっと時間いいですね。一度この辺で終わっておきましょうか。スカイリムのパート3ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。